テク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 と。今日はバーテープ巻きを動画撮っていきますと。はい。10年前ですかね、このバイクリボンっていうバーテープ、まあ、僕知ってたんですけど、なんか当時はちょっとパッとしなくて、なんかパッケージもダサくてあったんですけど、まあ約10年ぶりに見て実際どうなのかなと思ってですね、新しく仕入れてみました。それでお店にはこのバイクリボンバーテープのサンプルの生地があります。先用意しとけばよかったんだけど、だからもしカタログ見て、ちょ、榎本さん、赤色のあれどうなんとか、それもしあれば、ね、実際触って、まあ正直ね、これだけじゃ分かんないけど、これね、まあ、分かんないけど、これ多分作るの多分相当労力いると思うんで、ぜひ参考にしてくださいと。はい、でここを置くとね、多分忘れるでしょ、こうやって。で今回は僕がいつも使ってるスコットのアディクト、それのバーテープが、まあ、今のイーストン巻いてるんですよ。でイーストンがね、なんかね、1年ぐらい巻くと中のグリップスポンジがずれてきて、なんかちょっと不快だなと思って、そしたら、まあ、このバイクリボンですよ、グリップ性抜群のグリップ性、まあ、これのこれなんていうんだ、ヒンバー、グレードプラス、ちょっとプロレスラーみたいな名前ですけど、グレードプラス、これ今から巻いていきます。だからもし今ね、今からバーテープ買いたい人、巻きたい人は、バイクリボンのバーテープがだいたい1800円ぐらいからあるので、まあ とりあえずお試しで巻いてみたい人はそれを買っていただいて、でちょっと慣れたらこのちょっと高いやつ、これ5000円ぐらいするかな、これを巻いてみてはどうでしょうかと。はい、それでは今から巻いてみます。その前に自転車を下ろします。ドンタッチ、ドンタッチ。ちょっとね、エレファントサイクルの YouTube がね、投稿が多すぎてという苦情が出たんですけど、皆さんね、ちゃんとついてきてくださいね。フォローしてくださいね。よいしょ。よいしょ、よいしょ、よいしょ。で、まあ、バーテープ巻き、まあ、過去に何回か動画撮ってますけど、まずバーテープ巻きのコツは、まあ、とりあえず練習し続けること。で、バック外して。これ一番にしようか。ちょっとゴミ箱映んな。まずは、余分なものを剥がしていきます。ちょっと剥がしたとこからやろうか。じゃあ剥がしたとこからやります。はい、それでは今ね、バーテープ全部剥がしました。今からノーカットで巻いていくので、はい、でまずこの下処理、このバーテープ巻く前にこのテープが重要です。これの一番いいのはね、このニットプロセルフ 0.2mm 19mm 幅のこれがもう一番いいです。これを巻いてください。今までいろいろビニールテープ試しましたけど、このテープ一番いいので、バーテープ巻き終わって最後のこうつけるとこ、ここもこれが一番いいです。ちなみに、これね、当店のオンラインショップでも売ってますんで、もしホームセンター行くのめんどくさいなとか、アマゾンで調べるのめんどくさいなという人は、ぜひ当店で買ってみてください。1個200円ぐらいだったかな。それではこのね、インディーカーとかカートを見てる人は懐かしいパッケージ、そう、チームターゲットのような感じのパッケージ、今から来ています。はい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 、ああこれね、バイクリボンのね、この最後の化粧テープ、これがね、あんま良くないんですよ。これがだ、これはね、早急に改善させましょう。これはすぐ剥がれちゃう。これがで、そのすぐ剥がれるっていうのも、ちょっと一回巻いてみて、本当に剥がれるかどうかっていうのを実験しましょう。あとこのエンドキャップ、これもまだ改善されてませんね。これがね、結構こう浅いんですよ、ここは。だから信号待ちとかで足にこうエンドキャップ当たってポンと取れやすいと。だから
皆さんのシムワークスさんが出しているようなシムドロップとか、日東のあの金属のあれをねやるんですね。これ文句ばっかりですけど、その、まあ、正直にね物を伝えましょう。良くないもの良くないね。でバーテープね、これは一応 2個一緒になってるのか。なんかねこれグラデーションするみたいなんですよ今回のこれが。それで一緒に選んでみたんだけど、あ、そういうことか。これあれがないのか。あれがないです。あれというのは何かというと、あのバーテープ巻くときに必ずこのブラケットのここをあの、ね、隠すテープがねちょっと入ってんだけど、これ入ってなかった。これで長さ的に言うと結構長いな。だいたい僕この8センチぐらいを切りますと。でこの切ったこれが本当に8センチかどうか今から測ってみます。本当に榎本さん8センチだみたいな、ちょっと適当に言ったんですけど、あ、8.5 センチでした全然違うじゃん。でこれをもう剥がして、これはねこう置いときます。ここにポツンと、ちょっと待っててみたいな、そこで我慢しててみたいな。それで今回下側が白系なのでこれをね巻いていきます。今ねちょっと触った感じだとなんか布っぽい感じ。これはアディクトに合うんじゃないでしょうか。じゃあ巻いていきます。巻き方のコツ、まあ、僕はこのねバーテープハンドルを持ってこのハの字に切るように僕は巻いていきます。まあ多分好みあると思いますけど、まあ、こうやってね。で最後エンドキャップを締めなきゃいけないから、まずこのねエンドキャップこれを締めなきゃいけないから、まあもうちょっと説明めんどくさいんで、あの巻いていきます。巻いていきます、ね、ちょっとハイスピード気味で引っ張りながら、こういう感じか。想像よりちょっと白かったですね。キュッとスピードキュッと。これはグリップすごいな。グリップすごいし、まあまあ厚みがあるな。ちょっと伸縮性がないのかも、このテープ。こうやってね。ちなみに僕が使ってるハンドルはディズナのリーチが短いハンドル使ってますと。なんか最近しゃがんでやるようになってる。昔立ってやってたんですけど。でここでさっきのちょっと待っててねっていう、こうテープをね取ってここの金具を隠します。これは DI2 で油圧だからまあまあ簡単で、これ巻いて、でその巻きながら上に引っ張っていきますと。 OK、 映ったかな、ちゃんと。で次は上の段を巻いていきます。油圧のねやっぱホースの出口が最近で太くなってるから、わちょっと足りるかなこれ。グリップがすごすぎてね巻きにくい。バイクリボンってイタリアでしょ。最近ですよ、イタリアのね車が気になり始めてきたんですよ。アルファロメオの 147GTA というね車乗ってるお客さんがいてね、 3000cc の NA のあれをがちょっとね実は最強なんじゃないかっていう。3000の NA ですからね、はい、でここが巻きました。結構いいかもこれ今の段階で。で今度はここをバーテープをね斜めに切っていく。斜めに切って最後処理をしやすいようです。なんか布っぽい感じなのかなこのバーテープ。でさっきのここで、ね、手を離すと全部めくれていっちゃうから、でピチッと、
バーテープって実際何がいいんですかね。どのメーカーがいいの。あ、好みか。あとバーテープは消耗品なので、よく皆さんね2年間ぐらい買えない人もいますけど、まあ半年に1回ぐらい変えてもいいんじゃないですかね。あといつ時が、まあ、買い時ですかという質問がありますけど、買いたいなと思った瞬間が買い時です、はい、でミニテープをね斜めにね、これ片方 OK と。どうですか、これ意外といいんじゃないみたいな、この今のところね、今のところね。じゃあ反対側巻いていきます。はい、巻き終わりました。ちょっと左右ね一緒ぐらいね、バーテープは。でこの辺の余分なやつを切って、でブラケットを戻すと、まあ、長時間このブラケットカバーがあの反対側に向いてるとあのもう直らなくなるので、あの早めにブラケットカバーね直してあげてください。わ、結構派手だなこれ。ちょっと僕っぽくないなこれ。まあいいか、性格地味だから。シェインドキャップも今ね結構ちゃんと入るわこれ、結構ちゃんと入る。と化粧テープ、そうそう、このテープの正式名称化粧テープと言います。あのバーテープを留めた時のビニールテープを、まあ、隠すためのテープですね。向きどうだ、こうかな、これ紙じゃんこれ、テープこれどうやってやるの。なんか暑い時にこれ剥がれそうだな。これもね今何気なく巻きましたけど結構コツがあるんですよ。何気なく巻いたけど今ねちゃんと計算してね、ちょっとこういう風に巻かないとね、あの握る方向に巻かないと剥がれちゃうんで、何気なく巻いてますけどちゃんとね、ちゃんとやってるんですよ。どういう風にちゃんとやってるかというと、見てください、ちゃんとこれ文字が沿ってるんですよ。これぞプロ技みたいな。まあちょっとこういうなんていうかな、これなんか水族館のなんか東南アジアのなんかアマゾンにいる魚みたいな、そういうなんか鱗みたいな、そういうやつです。結構まあパなんていうかな、グリップがめちゃくちゃいい。これで一個心配なのはこのこういうところ、なんか毛がピーってできてピーってなんかなるんじゃないかなみたいな。で今回巻いたこのバーテープのカラー他にもあるので、そうだ、あの気になる人はちょ、榎本さん他にもないみたいな、そう言ってもらえばあのリンク先とかね画像送りますので、はい。ということでバーテープね、で当店のバーテープ巻きの工賃は1500円です。まあ、安いか高いかってあれですけど、この前来たねあのオレンジと赤のトレックの高校生はどっかに行ったらなんか4000円か5000円か言われてますけど、まあ、4000円か5000円かはちょっと高すぎると思う。まあ、うちはね、まあ、今のところ1500円でやってますん でもしねこの巻いてみて榎本さんちょっと安いんじゃないっていう要望があれば、もしかしたら5000円か6000円になるかもしれませんし、今のところね1500円やってるんで、あのもしバーテープお店で巻いてみたい方はぜひ当店で。でもね多分自分でね最初やると絶対ちゃんといけないんで、まあ、だったらもうめんどくさいから1500円払うわって言ってもらった方が僕も楽です。はい、あとはちょっと巻き方を教えてくれってもし言われた場合は、ぶっちゃけね1万円ぐらい欲しいです、受講料としてね。難しいんですよ巻くの、説明するのが、で理解してるかどうか分かんないから、まあ、そういうのありますんで、そういうのがねやっぱコーチにね、そうそう見る分にはいいですけど、はい、という感じです。はい、じゃバイクリボンのバーテープ、まあ今のところ何気良かったんで、ちょっとバーテープ選び困ったら意識してみてどうでしょうか。はい、当店オンラインショップ載ってます。はい、でこのチャンネルいいねと思ったらいいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、終わります。
これはいつまで持つかな、このバーテープ。いつまでも。バイクリボンってちょっと名前がね、名前が可愛いですね。はい、よいしょ。